今日は結構ラッキーなことも多くて、まあ、前半ロング全部バーディー取れて、あとはまあシビアなパーパットとか全部入れられたので、前半はなんとか3アンダーで上がることができました。で後半入って15番、16番ホールまでパープレーで来てて、17番ホールでちょっと風を読み間違えてしまって池に入れてしまって、そこでダボ打ってしまったんですけど、最後ロングでなんとかバーディー取って今日2アンダーで回ることができました。コースはやっぱティーショットがところどころ難しくて、ちょっと刻んでいかないといけないところとか、あとグリーンも結構傾斜がきついんで、落としどころ間違えると3パットしようかなっていうところは多かったですね。普段は練習場でレッスンを特にメインにやってます。どこの練習場みたいな？アコーディアガーデン水戸って茨城県にある練習場で週5回レッスンを行ってます。応援されて絶対優勝してこいって言われたので、ちょっと張り切って今回は初日はいいプレーができてよかったかな。なんか来たらいつもほど緊張感はそんなになかったかな。さあ、まあ今回決勝は初出場なんで、もう弱気にならないでどんどん OB 打つぐらい攻めていけたらいいかなと思います。